マウス・オブ・マッドネスは1994年に制作公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。失踪した作家を探す要命を受けた保険会社社員が著作小説にヒントがあることに気づき、行方を追い始めるが、様々な怪奇現象に遭遇する物語である。直接的な描写はないものの、クトゥルフ神話を下敷きにした隠喩や用語が作品中に頻出する。例えば、作中に登場するモーテルの名前、ピックマンホテルや、同神話作品群の出版で著名な出版社、アーカムハウスを連想させる、アルケイン出版、現代のインザマウスを続けて発音するとインスマスになる、点などであるが、本作の現代、インザマウスオブマッドネスそのものが、ハワード・フィリップス・ラブクラフトの小説、狂気山脈を示唆するものである。失踪したベストセラーホラー作家サター・ケイン。彼の行方を追う保険調査員のトレントはアシスタントを伴い、地図に出ていない田舎町を目指して車を走らせる。町に近づくと、子供が誰一人いない深夜に少年が自転車に乗って走るのとすれ違ったり、後に老人が同じ自転車に乗って走っていたり、夜だったのがトンネルを抜けると朝になっていたりと不思議な体験をする。絵の中の枯れ木が違うものに変容したり、愛想のいいおばあさんが悪鬼だったりと小説が現実を侵食する悪夢の世界に巻き込まれていく。ありがとうございます。